はい、ミンゴルファー雪村です。今日は2月の19日の月曜日ですね。トランキントーナメントの選手の結果ですね、見ていこうと思います。選手のバレンタインメモリアル、結果ですね、1515位ということで1500のメダルゲットとなりました。まあ予想通り1500前後で終わるんじゃないかなと思っていたんですけども、1515そして1500ということで、まあ、ゾロ目じゃないんですけどね。なんか、1号が揃って、なんか気持ちいい感じの結果でしたね。スイーツチケットのウェア、そしてフェスチケットのウェアとギア、それぞれ獲得できましたね。無事獲得できました。今週も同じようにですね、5000円以内がですね、まあ、今回のこのような感じのチケットの、ゲットもできますのでね、頑張っていこうかなと思いますが、今朝の7時半、8時ぐらいなんですけど、まだランキング集計中っていう風になってますね。あれ何時からでしたっけ、これって。7時ぐらいからだったような記憶があるんですけど、どうもまだ始まっていないようですね。特にお知らせにも何も入ってはいなかったですよね。ですよね。これにも特に開催時間については書いてないですね。ということで、まあ、ちょっと、時間を見てまた昼ぐらいの休みの時にやろうかなと思います。はい、ということで今12時を回ったぐらいなんですけども、お知らせが運営から入っていましたね。現在確認中の現象ということで、やはり7時から始まる予定だったものが開催されていなかったということでしたね。11時には復旧してるということで、早速みんなでゴルフ見ていきたいと思います。はい、始まっていますね。ランキングトーナメント、今週は、はい、スイーツグランプリということで、まあ、予想通りオーシャンラグーンリゾートということでしたね。まあまだ始まって11時に復旧してからということなんで、まあまだ、ランキングは出ていないですね。ということで、1回目の挑戦していきたいと思います。レースのスーツ、そして、門松クラブにジョーカーボールというセッティングで、ボーナスポイントブースト伸ばしというよりも、どちらかというと集中力での、ジャストインパクト重視っていうセッティングですね。はい、最初ミドルホールのようですね。これはワンオンしていく人も出てきそうなホールですよね、ここ確か。しかもティーはレギュラーティーですね。バックティーじゃありませんもんね。やっぱそうですね。打ち込んでいっていますね。私もあそこグリーンまで届くというふうにもう矢印が出てますもんね。291ヤードでピンまで届くということでしょうか。283ヤードですね。で、ピンまでということなので、まあ、今回おそらくピンは真ん中あたりということで、十分距離的にはいけそうですね。あとは6メーターの風が、風速予測出ています。あの木が邪魔なんで、ちょっと左下を叩いて、最初のティーショットを打っていきたいと思います。さあ、まあまあ、練習ランということですね。まあ、どういう感じかっていうのを確認していく、まあ、参加にしていこうかなと思うんですけど、あ、だいぶ右でしたね。6メーターの風を読んだんですけど、ボールの左打ちが影響したのか、門松のブレか、ここまで右とは思わなかったですけどね。はい、ただまあ、グリーンはそんなに難しくなかったですのでね、まあ、楽々イーグルということになりましたけど、今のは門松のブレなのかな、ちょっと後でもう一度、録画したものを見ながら検証したいと思うんですけど、今右からの6メーターの風ですので、動かした距離に関しては私のこれまでのデータに基づいて3マスほど、まあ、1回動かしてやってみたんですけど、あれだけ右にずれたのは門松のブレなような気がしてならないですね。はい、ですね、まあそこでワンオンできる方は間違いなくイーグルを取っていかないといけないっていう今回の、コースになっていると思いますのでね。どうでしょうか、270、280ヤードぐらい飛ぶセッティングであれば、まあ、ワンオンしていけるはずですのでね、果敢に挑戦してほしいなと思います。そしてまたこれおなじみのコースですね。これは、まあ、ショートカットを選ぶことになりますよね。はい、ここですね。風が今度は左から7メートルですね。今回も風速予測発動しています。まあ、ちょっと風をちょっと怖がってフェアウェイの左側をですね、真ん中あたりをですね、今狙って打っていってみました。あ、結構風に運ばれますね。運ばれて当たってフェアウェイに落ちました。まあ、結果往来ですけども、もう少し左に狙っていった方がいいのかな。
今でも門松のブレかな。想像以上に今右に曲がってきましたね。まあ7メーターの風だからっていうことなんですけど。はい、ということで、ここも2オン狙えるということですね。はい、つま先上がりですので、ちょっと左かなりぐらいで打っててみたいと思います。どうだ？あれ？また右出ましたね。これも今、門松っぽいですね。門松のブレですね。7メーターの風であんだけ左にずらして7メーター右ですもんね。今のも門松のブレが出たと言わざるを得ないかなと。そしてこのスネークラインですね。ちょっと今、やっぱりもうちょっと左だったんですね。ちょっと今自分でもちょっと曲げを弱いかなと思ったんですけどね。はい、ということで2番目のホールはバーディーとなりましたね。まあここも、間違いなくイーグルを取っていかなきゃいけないコースになりますので、ロング、すいません、ミドル、ロングで、まあ、イーグルの4アンダーにしていく。最後の、ショートでおそらくバーディーの、5アンダーになるっていうのが今回の物理的スコアかなっていうふうに、まあ、見えてきましたね。すいません、最後はまだショートかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、普通のレギュレーションでいけば最後はショート、バーディーっていう、まあ、流れですかね。ということですよね。ということなので、5アンダー3回の15アンダーというのが物理的スコアっていう風に見ていいんじゃないかなと思います。まあ最後ショートかどうかちょっと確認をしてからではあるんですけど、はい、やっぱりショートでしたね。はい、この浮島のコースですね。はい、風はどうでしょう？今度はわかるかな？あ、わかりましたね。4メーターですね。右からの4メーターの風。はい、ここもおなじみですね。ここは何度かやっていますので、なんとなくわかります。で、パワーモードでいきますね。8番アイアンのパワーモードでいきます。風の4メーターを活用して、ピンに寄せるという感じですね。今回のピンの位置だと、なるべく右に落とした方がカップに寄りやすいと思いますんでね。さあ、どうだ。うん、いいとこに落ちた。よれ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 。いい感じですね。はいはい。いいですよ。最初からホールインワンはいらないです。はい。行きましょう。はい、ということで、これニアピン取れるぐらいの距離まで持ってきましたね。バーディーです。ということで、まぁ、ちょっと2番目のロングで落としてしまったんですけども、まぁ、ひとまず、4アンダーを取ることはできましたね。まぁ、風の強さも、6メーター、7メーター、そして4メーターという順番で来てましたけども、どうですかね、プロのどこかが、ロングとミドル。で、最後はアマチュアのホールになるんでしょうかね。まあ、ちょっとそれもよくよく確認していきたいなと思うんですけども。はい、ニアピンも取れましたね。はい、ということで、2位で、最初のトーナメント参加終了でした。はい、お疲れちゃんでーす。17,229 ポイントですね。ボーナスポイント。まあ今回のこのスコア、4アンダーっていうのは、まあいずれ消えていくっていうスコアになるんですけども、まあ練習ラウンドとしては、まあ、非常に色々と見ることができたラウンドになったんじゃないかなと思います。皆さんも今回風速予測全部発動していましたので、参考になる映像になったんじゃないかなと思います。まずは5アンダーを3回取る。あとはボーナスポイントを伸ばしていく。そして、今回そうですね、まあ、最後のショートが、まあ、一番ホールインワンが目指しやすいんじゃないかなと思います。最初のミドルでのホールインワンも、まあ、ちょっと距離がありますんでね、難しいかもしれませんけど、うまいこと風が読めれば、グリーンはそんなに難しくないので狙っていけるのかもしれませんね。そして、2番目のロング、ここでのアルバトロスっていうのは、難しいかなっていうふうに言いたいんですけども、まあ先週はアルバトロス取れてきましたからね。まあ今回も常に狙っていこうかなと思いますね。3ホールともすべて。まあということで、常にアルバトロス、ホーリーガンを狙いながらの、まあしっかりとボーナスポイントを伸ばしていくっていうプレイを、まあ月、火、水の3日間はやっていこうかなと思いますね。はい、皆さんもですね、ちょっと今回ランキングトーナメントのスタートが遅れたようですけども、どんどん参加していってですね、まずは5000以内を目指して、今週やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。